はい。そうですね。ついに発売されて。この話題で持ち切りですよ。本当ですね。はい。八木橋くんを含め。ガチオタですからね、彼は、ね。そうなんだよね、うん。発売日に全部、ストーリーモードクリアしたらしいですよ。どんだけメール来ましたもんだって。あ、そうなんだ。丈太郎さん面白すぎます、つって。やれやれっつって、おめえは俺を喜ばせたっつって送りましたから。バカじゃねえよ。いやー、それぐらいでもね、ほんと待ちに待ったって感じですけれども。うん、いやー、やってますよ。やってますよ、亀さん。やっぱりなんと言ってもですね、僕はもう、うん、ロハン先生やらせていただいてますから、うん、まあ4部のストーリーモードからやって、まずロハンを使えるようにしてからですよ。うん、挑発が僕好きですね。あのなんかこう、この岸辺露伴が、金はねえよのために、漫画を描いていると思っているのか異常なテンションなんでしょ。うん。俺あればっかやってます。もうあれ本当にさ、まあ、小野くんもそうだと思いますけれども、収録が本当に大変だったんですよ。うん、そうですね。もう一言一句、なんかそのもう吹き出しの中に書いてある文字を、ジョジョ風に全て再現しろっていうのが、もう太字で書いてあったら、そこを強調してくれたし、うん、なんとかだってこうちっちゃい「つ」が入ってると、うん、そのつのちっちゃい「つ」のイメージしたちゃんと音でやってくれって言われるから、うん、ニュアンスをね出してくださいっつって。そうなんだから、もうそういう風に聞こえない聞こえないっつ、どうやったらそういう風に聞こえるかって何回もやったからね、あれ。そのジョジョならではの活字の狂言を音声にしなきゃいけないっていうのはね、大変ですよ。独特すぎて。独特ですよ。もうよくさ、相手を追い詰めるときに使うんだけど、うん、ほら、点がついてるじゃん、全部に。セリフの中に。強調、ね。強調したいところにさ。でも点が多すぎんだよね。うん、セリフの中に。圧倒的に上回っているみたいなね、そうそうとかね。これミドラーですけども。そうそう。それに全部点がついてるから、それをこう立てなきゃいけなかったりとか。あるある。そうなんです。あとあれあれ。じゃあないっていう。ああ、なんとかじゃないじゃなくて、なんとかじゃあないっていう。あが入る。あが入ってると、そのあのニュアンスをちゃんとくれって言われたりとか。出してくれとかね。で、そういうのを散々やられたもんですから、これ他の人一体どういう風に撮ったんだろうと。まあ噂は聞いてたけれども、実際それが音声になった時にどういう風に聞こえるかってわかんないじゃん。そうですよね。で、全員のやつ聞いたんですけど、もう最高だねみんな。逐一ずつで拾ってますからね。最高だね。ジョジョの。もういちいちうっせえなと思うけど、スピードワゴン聞いちゃうもんね。なんだろうな、あれ、メニュー画面が、もう上田さん喋りすぎなんですよね。これはなんとかできるモードだ！なっつって。ずっと騒いでるから。カーソル動かすたんびに。この中にいるやつだみたいな。動かすたんびに言うから。ずっとマックステンションだからね。そうなんですよ。うるせえと思うんですけど、それは心地いいんですよ。そうですよ。ねえ。いや、めっちゃ僕もやった。